ダイソンタングルフリータービンツールダイソンはイギリスに本拠を構える電気機器メーカー。サイクロン式掃除機を初めて開発、製造した会社として知られる。イギリスウィルトシャーのコッツウォルズにあるショート市マルムズベリーで創業し、本社、研究所などをマルムズベリーに置いていたが、2019年1月にシンガポールに本社を移転する方針を示し、 現在はシンガポールに本社を移している。創業者のジェームズ・ダイソンは従来型の紙パック式掃除機が紙パックが満杯になっていなくても吸引力が落ちてきて交換しなければならないことに気がつき、フィルターを定期的に交換するか、あるいは水洗浄することにより紙パックが不要になる方式としてデュアルサイクロン方式を発送、開発した。 DC07 ダイソン掃除機1983年、ジェームズ・ダイソンは、おがくずの囚人機をヒントに、サイクロン掃除機の試作品、G ホースを完成させた。それが、米紙、プロダクトデザインに掲載されたことがきっかけで、1985年に、日本の商社エーペックスにより、製品化されることが決まった。ジェームズ・ダイソンは、 この契約で先払い7万8000ドルと10%のロイヤリティを得ることとなり、実際に G-Force はシルバーセイコーの製造で1989年に発売された。ダイソンのライセンスに基づいて、英国内においてサイクロン式掃除機を製造を販売するメーカーがなかったために、独自に製造販売を始めた。その後、ジェームズ・ダイソンは、 日本からのライセンス料を用いて、ダイソン社を起業。1993年6月に、ウィルトシャーに研究所と工場を開設し、新型掃除機 DC01 を開発。長年ウィルトシャーで生産してきたが、2002年にコスト削減のため、かつて洗濯機生産も行っていた、マレーシアの工場に生産を移転した。 ウィルトシャーズ一の大手製造業であるダイソンの工場閉鎖は議論を呼んだがダイソン側はウィルトシャーの本社研究所の強化のため必要なことでありイギリスで雇用する人数は工場移転前よりえって増えたと反論しているなお機関部品の一つであるデジタルモーターは全数シンガポールにて生産されており同国に新技術センターも設置する計画である 2017年には電気自動車の開発を通じて自動車業界へ進出することを発表した。企業買収を通じて技術的な足がかりを作り、シンガポールに工場を建設して2020年までの稼働させることを見込んでいたが、企業買収の目算は外れたほか採算が見込まれないとして、2019年10月13日までに自動車業界の進出を断念して撤退する。 方針が発表された。社内にはデザイナーがおらず、デザインエンジニアが担っている。エンジニアの従業員数は2000人に上る。2015年4月17日、世界初の機関店が東京にオープンした。ダイソン V10 アブソルートダイソン掃除機の最大の特徴は、1886年にアメリカのモースが発明したサイクロン方式を掃除機に応用していることで、 これは粉体を扱う工場などで、現在もよく使われている方式である。ただし、微細な埃は完全に分離ができないため、サイクロン機構の後段にプレモーターフィルター、ヘッパフィルターなどを設けて腰取っている。このため、キャッチコピーの吸引力が変わらないというのは誇張された表現であり、吸引力は徐々にではあるが落ち、定期的にモーター前に設けられた。 プレモーターフィルターを水洗いしなくてはならない。なお、吸引力が変わらないというキャッチコピーは誤解を与えるとして、イギリスでは2007年5月30日に排除命令を受けたが、日本ではその後も使われ続けている。ダイソンのサイクロン式掃除機は、他のサイクロン掃除機や紙パック式掃除機と比較して、吸引したゴミやホコリの、このためかどうかは不明だが、 キャニスタータイプ掃除機では、国産のほとんどは、定格消費電力が1000ワットなのに対して、ダイソンは、定格消費電力が 1100W と大きく、設計されている。紙パックを使い捨てにする必要がなくなった代わりに、こまめなゴミ捨てや、サイクロン機構の後段にある、プレモーターフィルターの定期的な水を使った洗浄と乾燥が必要になった。騒音が大きい。 ホースが柔らかすぎるため扱いにくい。パーツの耐久性が弱い。欧米人向けであるため、日本人にとっては製品が大きくて重いなどの指摘があるが、欧米の床用に設計されているため、土足で汚れた絨毯に強い掃除機である上に、現在では一般の国産掃除機と同程度かそれ以下の大きさ小型のものも開発。発売され、DC36 では、 騒音も低減されている。アレルギーに対する認知度や治療方法の向上、及びアレルギーに悩む人に適した製品をアドバイスすることを目的としている英国アレルギー協会の認証をとっている。ただし、この認証をとっているからといって、アレルギーが起こらないことを英国アレルギー協会が保証するものではない。なお、仮に排気がいくらクリーンであるとしても、 クリア瓶のゴミを直接ゴミ箱へ捨てた場合は、そこから舞い上がるホコリを吸い込む危険性がある。この原因によるアレルギーを未然に防ぐためには、慎重に行われるべき次の一連のゴミ捨て作業がダイソンから推奨されている。クリア瓶の外側を雑巾等で拭く。クリア瓶をゴミ袋の中にそのまま入れ、袋を閉じた状態で袋の中でクリア瓶の蓋を開ける。 クリア瓶を振るか、軽く叩くなどして、細かい埃まで全てクリア瓶から取り除く。ゴミ袋の中でクリア瓶の蓋を閉め、埃が立たないように静かにクリア瓶を袋から取り出す。ゴミ袋をしっかりと密閉させてからクリア瓶を元の位置に戻す。これらの操作をユーザーが言って、初めて英国アレルギー協会の認証の条件が満たされることに注意せねばならない。 ダイソン社は人間工学的な発明は数多く言ってきた。例として縦型掃除機 DC24 は車輪の代わりにボールを用いて動きやすさを追求し脊椎への圧迫を和らげ上腕二頭筋と上腕三頭筋を鍛える効果もあるとしている。2015年ダイソンの掃除機がヤフー検索大賞2015家電部門賞を受賞。 エアマルチプライヤー、ありがとうございます。